教えたくなる人はね、気をつけて、教えると相手は依存するか反発するかっていうことを起こしますからね。で、自分で考える力が下がりますから。でね、フロイトとね、アドラーはたもとを分かったんですけど、フロイト的なやり方は、まあ、精神分析で、まあ、興味あれば学べばいいと思いますけど、それも大変だけどね、でめっちゃ抵抗する人が多いんですよ。心理抵抗を起こす人が多いわけ、その治療プロセスの中で。で、まあ、なんでかって言ったら、こうあなたの中ではこういうことが起こってるってかなり決めつけられるし、でだからね、こうしなきゃいけないみたいな、こう世界になりがちだしね。そもそもがね、なんかこの分析する人とされる人みたいなね、役割があって、で相手はお医者さんで白衣着ててみたいな、この状態で、でそうするとね、例えば一個で言うとね、投影っていうのが起きるんですよ。で、投影って何かって言ったらね、クライアントがね、まあ彼らの言い方では転移とか言いますけど、お父さんとうまくいってなかったら、なんかこのね、先生とお父さんを重ね合わせてね、抵抗し始めるみたいなことが起こるんですけど、でなんでそれが起こるかって言ったら、そもそも縦関係だから起こるわけだし、なんかこっちが分析診断するとか、だからこうした方がいいんだみたいな考え方を教えるみたいなのがあるから、そういうことが出てくるんですよね。アドラー派って基本そんなの出てこないんですよ。で、認知行動療法も出てこないんですよ。で、なんでかって言ったら、なんかこういう考え方が役に立つんじゃないかっていう考え方を使って一緒に考えてみませんかっていう関わりだから、別にこっち側に抵抗する必要もないんですよ。で、アドラーの考え方間違ってるって言われても、認知行動療法役に立たないって言われても、じゃあどういう考え方が役に立つのか一緒に考えましょうかでしかないから、どこまで行っても別に相手も抵抗する対象じゃこっちがないんだよね。で、縦の関係だったりとか教えようとすると、やっぱり相手の中でね、そういうなんか過去の縦の関係だった人とのコミュニケーションパターンっていうのが発動しますから、でそうするともうむやみやたらに従順に話聞こうってなっちゃうか、で自分で考えないとかね、判断しないとかってなっちゃうか、もしくはなんか反発したい人は反発を始めちゃうっていうことになりますと。で、だから教えるっていうパターンとか縦の関係が持ってる危険性にぜひ気がついて、で自分は何のために何をやりたいんでしょうかっていうところにぜひ戻ってみてくださいね。でアドラー心理学は別に教えることをダメだとは言ってないし、あと緊急事態とかだったらね、ね、なんか子供がね、飛び出して車にひかれて死にそうとかっていう時に、まあ自然の結末から学習すればいいかとかならないし、ね。で、このまま行ったらどうなると思うとかって論理的結末、あ、ちなみに結末学習って2種類あるんですけど、この、よいしょ、行動、ね、の結果から自然に学習するっていうパターンが一つ、それからこの行動を取ったらどうなるだろうって論理的結末を予測してもらって、そこから学習してもらうっていうやり方が二つ目なんですけど、まあどっちにしてもね、そのまま行動して結果どうだったって学習してもらうか、どうなりそうって考えてもらって、じゃあどうするのがいいって考えてもらうかしながらね、本人に、学習してってもらうっていうことをするわけなんですけど、よいしょ。で、緊急事態の場合はさ、そんな手間踏んでらんないわけさ。このまま飛び出していったらどうなると思うとか、もう飛び出して引かれてっからね、その段階ではね。で、結末から学ぼうっつっても、もう引かれちゃってるから学びようがない。で、だからそういう時は止めましょうとかね。で、緊急事態には緊急事態で対応しましょうがいいんだけど、毎回緊急事態なわけじゃないからね。で、想像してもらって、じゃあどうするっていうので学習してもらうこともできるし、あと毎回致命的な事故が起きるわけでもないから、まあやってみて学ぶっていうことも大切だなっていうことなのよ。この間学校の先生たちと議論してて、すごい面白かったことの一つに、理にかなってんなと思ったけど、別に生徒が勉強しなくてもそのことはどうでもいいんですと。で、だけどクラスのそのね、授業を邪魔するとかっていうのはちゃんと対処するっていうことに決めてますと。で、これはね、全然質が違うことなんですよ。
共同体に対してこの非建設的な行為を取るということと、それから自分に結果が降りかかってくるっていうことは全然違うことで、だから自分に結果が降りかかってくることはアドラー心理学で言えば基本は自然の学習でいいと、勉強しなかったらどうなるかっていうことを学習する。でその上でそこでの学習がね、あ俺はできないんだっていう学習だったらもったいない、しなかったらできないはフラットなんだけど、俺はできない人間だとかね、俺は勉強向いてないっていうのは変な学習なんですよ。だからもちろん勇気づけしてできてるとこ見て本人がよりいろんなことを試してみようっていうふうに応援はするけど、別に本人がそれでやらなかったらどうなるかっていうことは自分で体験すればいいと。だからそれは先生の課題じゃないからほっとくわけよ。ところが共同体のね、なんかこの、共通の目標とかを邪魔するようなこととか非建設的な行動っていうのは、これはそこに関わっていくのは自分の仕事だから、はいちょっと待ってと。でね、ここで一緒に授業を受けるためにはこういうね参加の仕方をするとか、こういうのしないでもらうっていうことが必要なんだと。そうじゃないとここで一緒に受けられなくなりますよとね。でしっかり対処していくとかね、こういうふうにしてくださいとお願いするとかっていうことがこう、まあ、出てくるみたいなことはまああるんですけど、でだからアドラー心理学は何でも好き勝手やればいい、やらせればいいと別に思ってないんですけどね。でもかなりの部分は自分で考えて自分で結末引き受けて、でだからコーチングもね、こういう考え方で言うと別に転ばぬ先の杖みたいにあなたのこうだって考えなくても、クライアントがやってみてダメだったらダメなことから、ああ違ったんだって学ぶでもいいんですよ。それはそっち側で割り切っちゃうんだったらね、もう自然の学習で全部いくんだと決めれば、クライアントがやりたいようにやってもらって、はいどうぞっていうコーチングでもあり。でだけどこの論理的結末みたいなものを使って学習したいんだったら、コーチングの中で、ね、行動を決めたらこれやったらどうなりそうとか、他にどんなことできる、それやったらどうなりそうって想像するし、あとはなんか目標に向かって進んでいく上でどんな問題が起きそうとか、そうしたらどんな行動を取りそう、そうしたらどうなりそう、じゃあどんな行動を取るのが良さそうってシミュレーションは回しとこうと。だからこの自然の結末だけじゃなくて予測学習していくっていうこともやろうとはしていいんですけど、まあでも基本的にはそういうのを協力関係の中で一緒にやっていこうっていうのが我々がしているコーチングなので、なんかやっぱり教えてあげよう、指導してあげよう、導いてあげようになると、クライアントが自発的に考えて自発的に行動して、その結果を責任取ってそこから学びますっていうふうにはとにかくなりにくいというかね、そこから離れることが起こりかねないし、ね、でべったり依存されたり、なんだかわからんけど抵抗されたりとかっていうことが起こっちゃう可能性があるから、お気をつけくださいねと、まあ、こういうことでした。ほどかね。